皆さんこんにちは、日本人、兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年8月の24日、20時8分、まあ、iPad の方です。目線がねこうちょっとずれてるとき、ああ iPad で撮影してる方なんだなってご理解していただけたらなと思います。韓国製の代表ですね。絶対画面そのものがカメラでしょう。自分で撮影してるから分かります。まあ、たまに iPad で自分で撮影した気づくわ。まあね、まあワンピースについてなんですけども、そのまあ1997年ぐらいから私が神戸市立ホテルフルーツアーパークで勤務して、まあ阪神・淡路大震災の被災者なんです。私は神戸市兵庫区東山町4丁目16-18東山高校604分譲マンションだったんです。生まれも育ちも。で1995年に阪神・淡路大震災が発生して、誕生日はね8月9日で長崎原爆投下の方です。でまあ神戸市北区の藤原台に仮設住宅が出来上がって、そこへまあ引っ越しして、地震が発生してから半年ぐらいですかね、大体それぐらい。でもかなり早い方だったみたいですよ。だと思いますよ。手続き、あれだけ街の中めちゃめちゃになりましたから、あちこちで火災で、建物はまず1階のフロアとかぐしゃっと潰れる。もう上が高ければ高いほど絶対そう、普通に自分で考えたら分かりますから。でまあ、僕の人生とか社会そのものを実はワンピースっていうものを反映していて、まあ今の時期でしたら、ちょっと前にイム様っていう人出てきたでしょ。医療業界の医と勤める、医者勤めるイム。だからホームページ淡井圭介の履歴の302番とかで私が述べてることが本当のことであって、もともと売春防止法が出来上がったのが1956年なんですね。だからそれまで社会全体がどれだけむちゃくちゃだったかっていうこと分かりますよね。第二次世界大戦は本当にありました。六法全書では第二次世界戦争と書かれています。それは私が友達と、まあ、阪神・淡路大震災が発生して、まあ、ある程度お金ができた時に、まあ、沖縄に友達と男同士でね、もうオートバイで、フェリーに乗せて大阪の南港から夜中に出港して。わかります。なんとなくやっぱ骨ぐりを昔の歴史西洋もかばいきれない、ちょちょ訴えられた時、医療業界の悪と、ちょちょ言葉略しすぎて、みんな勘違いする。無理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 。日本ちゃんと第二次世界大戦に負けたから、ここに後で加盟したでしょ。もともと第一次世界大戦の頃がまあ世界戦争だとしましょう。でまあヨーロッパを中心にね、戦争があったじゃないですか。で正直日本も中国の方たちとね、ごめんなさい本当に、中国の方たちごめんなさい本当に、もう私たちが戦争すぎないですか本当に、もうエネルギーの残存量問題のもう絶対に、もうあんまり技術的採掘可能なガスの埋蔵量とかもう今世界的にですよ50年分ないです本当に。もうロシアなんか今もう1万5000メートル以上掘ってくれてる方、地下真下に計算して、だ斜めとか横とかにも掘ってるらしいですよ。まあ、絶対そうだと思いますよ。最後してたら絶対空洞出てくるでしょ。吸い上げてたらそれぐらい子供でも分かるでしょ。で、まあそのちゃんとアメリカの米軍基地はありましたから、第二次世界大戦は本当にありましたっていう話を今一旦してるんです。ちゃんと六法全書にもありますから。まあ、第一次世界戦争より前の歴史はあまり信じなくていいです本当に。無理ありますから。だってみんなよーく考えてみてくださいよ。現行の乱とか
聞いたことありません。モンゴルが中国語じゃない。ヨーロッパの赤十字国と戦ってる。違う違う。人口300万人しかモンゴルの人いらっしゃらない。絶対違う。その通り。そんな遠いところの正確な地図持ってる人いると思います。キャドとかないですよ。正確な図面描く機械というか、昔はねボードとか固定して正確に定規とか引かない定規昔ない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 物差し、あれ実は竹の物差し、寸法はちゃんと何本かなって狂ってる。大体もともと木自体が長年かけて乾燥したら本当に縮むんですから、本当水分抜けて、これが本当。じゃあごめんなさいね、あのもうアピスも正直気がついた。まあちょっと真面目な話一旦入れましょう。あのこれは学校教育でも悩みましたけども、赤紙ってあるでしょ、あれ徴兵制度で本当に昔赤い手紙を政府はもうね、もうよこしてきた。でももういいと思いますよ、その言い方、あの郵送してきた。もうはっきり言ってあげます、そんなに言葉遣いで逃げるんだったら。定期は戦争しに行け、業務上過失致死。医科学研究所、スーパーコンピューター系富岳、政府の所有物、みんなの税金でできました、はい終わり。電波だけで勝てる。そんなわけないでしょ。そんなことしたら世の中法律何もいらなくなっちゃうでしょ。無理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 。本当に無理。本当に僕もね、最低賃金を下回る内容で働かされましたが、ちょっと前の頃、数年、2年以内、絶対。そこまで忘れていない。本当は最近。ね、2023年8月の24日とかちゃんと、もうこれね、なぜこうするかって言ったら、これね、まあ日本全国のこのデジタル時計はしっかりと政府の人というか、まあ電波、要するに総務省ですね、まあ総務省の管轄だと思いますよ。テレビ局の NHK は総務局の管轄ですよ。税金ですよ、 NHK 料金。しっかりと国会議員の人たちが税金ですねって言うから、それ本気で。たまにいるらしいですよ、本当に。もう本当その話もね、間違えてる一途映してもらわなかったら分かる。それされた国会議どこの党の話する、一途はするか。あ、その放送法でね、ちゃんとあの NHK の傘下で各テレビ局あって、 NHK の役員さん一人、本当会長一人、ちゃんと自分で東京も買いに行った人間だったら分かりますから、自分でお金払って法務局へ、人変わりますよ当然。就任した人の年齢見たら分かるでしょ、大体もうおじいさん。ちゃんと戦国さ。まあ、けどもし 今の立憲民主党の、もともとは民主党だったんですけども、ちょっと僕もね、これ長い間政治見てきたとしても、途中から政治見てきたとしても、どちらにしても、あの千人の千と書いて谷って書いて戦国っていう国会議員の方いらっしゃったんですよ。ね、大臣までなられた方だったと思いますよ、仏の戦国。無理無理、いつかこちらも笑うなって言われて、みんなも限界来たら笑って、自分の自宅の中ぐらい、あんまり人の家の前とかで笑ってた迷惑だから本当に。で何回もそれしてたら、なんか昔ね、子供の頃タモロとかしてとか、そこまで行ったらそのうちストーカー行為違反とかにどんどん挑発行為とか、民事事件でも刑事事件でもありますから本当に。
集団でそれを行ってたらいつまでたってもずっとそれ何十人何百人何千人っていう単位、もう普通はもう何十人単位で下手したら集団暴行になりますから国際条約の本当にもっとすごい国際条約ホームページ淡井圭介の歴の317番、そこ見たらある程度の法律載せてます。まあまあね、一般社団法人の動向っていう法律のそこのね23条とかも記載しときましょうかみたいな、連帯責任会社作った人まで政府議員さんの許可、神戸市立ホテルフルーツラパークの話ね、299億個何千万もかけて作っておいて、政府がみんなの税金で、ね、民間の会社にそれ運営しなさいって言ってきて、固定資産税って分かってます？子供にこれ見せといた方がいいですよ。大体ね、一般的な家、大体ね3000万円以下から2500万円ぐらいの住宅で土地付き建物で年間固定資産税が24万、大体それぐらいですね。まあこれ各都市とか建ててる家の建物の方が築年数によってその資産価値が失われていくので固定資産税が安くなっていたはずですよ。僕も自宅買ったことないから、阪神淡路大震災の被災者、東山高校全壊、わかります？全壊、すべて壊れると書いて全壊なんですよ。一応ね、その100件ほど入ってる、まあ、100個、棟と書いて100個なんですけども、12階建てのビル、一番壊れている損害の、ひどいその分譲マンションのね、もう部屋でも家でもどちらでもいいですよ。もう分かりやすかったらそれでいいです。もう大体下の方です、上からの重みで、で、もう6階の僕で も, もう壁がもうこっちが来てましたから、で鉄の扉でしょ、開かない。もう最初家から出るのにパニック、もう後でまあその鉄格子破って外出てるんですよ。で家族で、僕父親は夜勤勤めで、まあ警備員の仕事をその当時していて、まあその前とかはステーキ屋さん末広っていうところで、まあそこはもう阪神淡路大震災のその前のバブルが弾けた頃に完全に破産してるんですよ。本当もう大体どこでも同じですけど、無理、最初から民間企業大体破産します。でもう日本中どこも少子化だから、世界的にね、世界的に先進諸国はどこも少子化なんですよ。これ世界の出生率っていうものを見たら分かります。もともとどういう計算かって言ったら、2% ぐらいで人口横ばいだと思ってください。もともと生まれてきて半分ぐらいの方が結婚できて、で子供を授かるところまでたどり着いてるんです、本当に。でもう今3分の1以下になってると思うんですね。だんだんもう出生率ずっと落ち続けてますから。で、まあこの世の中神がかり的な力これあります。本当に法律もしっかり覚えてもらわなきゃなんない。で 女性と男性の生まれてくる割合がだいたい毎年同じなんですよ。だからだいたい大学の教授がおバカさん、本当に偉そうなことばっかり言ってるでしょ、身勝手なことプレード説ね、地球の中心に向かって重力がかかってるんです、重さね。山とかは重たいでしょ、下に向かって重力がかかってるでしょね、それぐらいわかるでしょ、いかなんでも。で同じ方向に地球は回転してるって皆さんわかってますよね。で太陽とか月とかみんないろんな動き方して四季があるんです。でそれに合わせて潮の満ち引きがあって、でこれ季節によっても違うし時間帯にもよっても違うんです。だから海面上昇の話に関しても僕から見た目だけで言いますよ。もう今年46歳ですけど、須磨海岸、神戸市の須磨海岸見に行きましたけども、
もう絶対あの小学生の頃には絶対行ってる、本当にどう見ても変わらん。普通に考えても海面が上昇する理由ありますよ。普通に考えても埋め立て地作ってる。違う、東日本大震災で分かったと思いますけども、その余計な瓦礫とかをね、もともとかさ上げしていりゃいいんです。陸地を海へあの島とか作ったりしないで、ややこしいことしないで、それ世界中で行ってるから、それはちょっとぐらい水面、ちょっとだけですよ、ちょっとだけは上昇するでしょ。それプラス海底昇降といって、海底火山からいろいろね、ガス、メタンガスとかいろんなものが噴出している。で、金属とかも一緒に、要するにちょっとしたね、本当のこと言うとちょっとした噴火なんですよ。小さな噴火ね、もうずっとボコ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 出てきてるところ。だからそこは周りに金属とかの山ができてきてるっていうことは、海の中で海底の面積がちょっと上に来てるっていうことなんですよ。わかるでしょ、ちょっと考えたら。で、河川見たらわかる通り、ホームページ淡井圭介の履歴で40番台のところに河川水門回式ダム発電っていうものを記載しています。僕は考案したものなんですけども、自然再生可能エネルギーで電力を得なかったらガソリンとかガスとか、原発をね稼働しているウラン鉱とか、石炭、こういったものは尽きるんです。金属を採掘しに行ってる人たちの方がよく分かってます。大きな穴開けて、世界中で空洞どれぐらい出来上がっているかって言ったら200億トン。こちらもポーネグリフの方の話かもしれない。訴訟。だから東日本大震災の時に、政府に責任が。金額に関する。この人のケースは億超える。もう僕はもう法律についてもう弁護士、もう僕30歳の頃からもう弁護士さんなし裁判勝てるからって、もう本当のこと言える弁護士さん、ちょっともう本当のこと言ってあげるって、もうその人のケースだったらあの人のケースなんとかだって、こっちでもそういうことになるっていうことになってる。で、僕は世界中に猛アピールをして、いろんな人たちとかね通して、で世界中の大企業、しっかり純利益があったところとかから、まあ、個人的なあの寄付金とかあると思いますよ。だって僕が阪神・淡路大震災 の淡井圭介を助けるって言って、テレビ局とかでスポーツ界とか発展しておいて、1円も僕にくれてませんから、直接僕の頭の中とか貸してね、スポーツ世界一になったりしてるのに。いいですか、もうこれで全員余計できなくなりますから。本当に東日本大震災の時、僕生活保護者だったんですよ。で、募金箱に1万円投入したんですよ。岡場駅の少年野球の子供だと、もちろん保護者だと思われる人たちですよ。そのコーチ監督かもしれませんよ、一緒にいた人がね、うん、で、もうこれをその募金お願いしますって言って、まあたまに誰か募金しますよ。で、うん、まあ子供の前だし、誰かがここで気合ある人間が言うことを証明しなきゃなんないなって思って、気合で生活保護者なのに1万円札投入したんですよ。本当にそれは本当に事実ですから。で、もうその子供もう直立不動でありがとうございましたってもう全力で頭下げてきて、で、そこでね、まあ、あの実はねって、まあ分かるかどうか分からないけども、その子ら子供だから、その子らにとったら、その子らにしてみれば1995年の、阪神・淡路大震災なんか生まれてくる前のことだから実感が持てません。生まれてその生きてる年齢よりもその倍ぐらい前の年代でしょう。だから子供には実感が湧かないから、阪神・淡路大震災の話ね。だからまあそういう、僕はその当時被災者だったんですよって。でその時に、あの、まあ、当時は日本プラス世界だったかもしれない、まあ募金額が最終的に数年かけて1000億円を突破したと言われてるんですけども、そこからあの寄付金として各世帯だったかな、30万円ぐらいで、僕ね1万円投入したの、それ後からちゃんと家帰って計算したんですよ。生活保護者で1万円投入できるっていうことは、これみんな投入できるなって
1億2000万人、まあ、まあまあ働いてない子供とかはまあしょうがない、まあ、老人ホームとかに入られてるご老人しょうがない、まあ計算しやすいように今1億人が投入したらみんなちゃんと掛け算できますって、3000万円ぐらいの年月建物一軒家が3万件は建ちますよっていう話になるんですよ。もうみんな、はいテレビ出たんでしょっていう話になる。海外とか、はい経団連とか、はい皆さん世界の経済とつながってる、はい淡井圭介と昔から会ってきた人、世界中の政府で政府上層部になった人、皆さんご協力のよろしくお願いします、僕ここまでしましたって数年かけて世界中から1兆円以上集めましたよ。最初みんな次の、あのもともとね宮城県って昔から実は大津波とかあります、で神奈川県も昔あったんです、鎌倉のあの大仏さん胸まで津波来てますから、本当に神奈川県も本当は要注意、埋め立て地あんたたち何バカなこと言ってんだよって、僕二十歳ぐらいの頃フルーツラーバーグで言いましたから、近々ゆっくりでもいい、できることからしましょう、河川の中の土砂のかき出し、あんなもん蒸気使ったらダメダメダメ、もう人間が行った方が早いっていう、力持ち10人集まった方が、重機1台喋るか、あれ何百万すると思ってるんですって、その後年数経過したら買い取り引き取りとの勘違いじゃないんですか、お金払ってくださいよ、話なる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 、そんないつ壊れるかわからんもの、うちらだって売られへんからって、それ売れないことあんたっすよ、わかるでしょって、 お金払って引き取ってください、いやじゃあ買い取ってください、無理無理、 お金をそちらが出してこちら引き取って、それ産業廃棄物としてなんとかするんだってわかるけど、そんな無茶なこと言われても話、その辺で本当に重機ほったらかしになってるところを見かけました、それはちゃんとあの通報しておきました。どうに計算しっかりできない人が、日本は輸入大国で海外から鉄鉱石を買い付けて大型船その辺の中その辺に置いとったら錆びるでしょ、それ回収して溶かしたらいいんです、神戸にもちゃんと製鉄所ある、川崎重工からいろんなね、西区だって精神工業地帯、精神中央の工業地帯とかいろんなとこあるから、三木市だって金物の町ってちゃんと工業地帯、ちょっとした工業地帯くらいだってある、僕が中和株式会社の仕事でちゃんと見に行ってるから、末広町朝日が丘とかあの辺とか三木市の緑が丘、西も東も東も青山も富士見が丘も高尾だ、全部仕事で行った、そしたら供託金とか取られてピンハネされました、後からびっくりした、会社の店長と課長両方とも警察官、全然笑い事じゃない、供託金の法律なんか昔からなくなってる、ほんともう世の中むちゃくちゃ、あのずっとあの本当は1週間に1回ぐらいで警察手帳見せてもらわなかったら、1回見せてもらっただけでそのまま半年間働いてすぐまた別のとこ働きに行くから、警察官分からん分からん、そういえば教えてもらったって覚えてられるかっていうと覚えてられる、ナルトルレンサンスリゾートホテルとかでも店長警察官、アリーさんっていう名前で名乗ってたんですか、それだけで探せます、僕が東京のテレビ局何件かね、芸能事務所とか淡井圭介と結婚話をしてテレビ局のアナウンサーになった女性アナウンサー10人以上分かる子、それで名前と住所電話も番号、その3つ揃って知ってる人1人もいない、現地行って確かめたことない、行ったら行ったら追い返される、電話かけたらどんな態度を示されるかって言ったら、いいですか、一般の人がテレビに出てる人なんかと簡単に会えると思ったら大間違いですからね、ガチャ
いい最終奥義というか本当の話出しますよ。なる人様と雅子様、今の天皇陛下と、皇后陛下、当時淡井圭介が働いていた1997年8年のフルーツラーパークに来られて、なる人様と雅子様を、有馬特別室か六甲特別室のどちらかで、あの特別室って言ってもちっちゃい小部屋ですよ正直。パーテーションとか天皇陛下たちとか、いやいや、その当時は皇太子殿下なんですけども、今どちらに説明したらいいかちょっと迷うから、聞いてるのもこれしっかり言わなかったら分かんなくなるでしょ。そのうち次平成の天皇陛下の話出てくるから、お会いして、テレビ局のことは君に任せるからっていうことをおっしゃっていただいてるんです。性善説の方をある程度信じてね、けどそれ法律分かってないと絶対乗り越えられないっていう部分はあるんですけども、当時の成人様はね、スコッてこう立ち上がって、君なら乗り越えられるからっていうことをしっかりとおっしゃっていただいてるんですよ。まあ最初の頃は会社通して、まあ電話をしてたんですけど、まあいつの間にかそれは電話番号分かんなくなってましたね、実数本当に。でだからその辺の頃からね、まあ大臣とかその当時の方たちとかたくさん来られてますし、もう大体ある程度の年代から淡井圭介と会った人しかこの国に総理になってないんですよ。その世の中の実態っていうのはね、分かってる人じゃないとこれ無理だっていうことでね。でそのワンピースもその頃からしっかりと連載がスタートしてるんですよ。それぐらいかな、そのもう、数年後だったかな。だからもう分かるでしょ、海軍さん大将とね。僕は、まあ「ドラゴンクエスト」も遊びましたし、「ロマンシングサガ」も遊びました。ね、ロマンシングサガはワンツースリーとしっかりとクリアしましたけども、まだしっかりといけてないところとかあったっていうのはこれ事実としてありました。でその当時ね、なんかどこからどこまで本当だったかどうかわからないんですけども、その巨人の里と、もうここからしてもわかるでしょ、巨人の里とバルハラと、死の国、この3つ本当はどう3つとも行けるルートがあったらしいんですよね。それがどこからどこまで本当なのか分からないですよ本当に。スクエアエニックスさんのその制作担当者の監督とかじゃないと何作も作ってた、自分たちもパソコン開いてみないと分からないようになることだ。それでリメもう一番最初の頃ね、ロマンシングサガからもう数年経過してるから、もうあ、じゃあロマンシングサガミンストレルソングということでね、まずロマンシングサガの初代を、まあプレイステーション2だったと思うんですけども、それぐらいの頃に、リメイクということで、まあ当時の、技術として、まあ、かなり、気合を入れて作っていただいた、まあシナリオの部分かね、そのまま大体持ってきたらいいし、あとちょっと付け足したりとか、正直シナリオを考えるのが大変なんですよ本当に。でね、もうインターネットで誰かが、僕はもう最初から言ってたような気もしますけども、フルーツラーパークでいろんな作品のことをものすごい数言ってるから、もう覚えれる人が覚えてくれたらいいんですよっていう話で、ワンピースの
四皇と七部会の話、まあ多分七部会も本当はその、うん、ロマンシングサガの七英雄も本当は七年戦争ヨーロッパのホームページ淡井圭介の歴からジオストーリーっていうものを作っていただいた動画があるんですけども、まあ、あちらの方で説明しっかりしていただいています。まあ昔のあんまり昔すぎる話はね、あのどこからどこまで本当かわからないですよ。今の現代でも情報本当はこんがらがってるから。だって公務員の人の窓口行ったら低所得者への3万円の給付金7月聞きに行ったら知らないって言ってるんですよ、公職印象を持ってる人が。で上から情報本当に回ってきてないんですかって、本当に回ってきてないって無理無理無理、最初から無理設定ありすぎるから。あんまり社会出てからあんまり物事うまくいかなかってもまああんまり悩む必要ない、大体みんな自分が原告側だから、本当ほんとほんと、あんまり何回も言っても仕事をサボったり覚えようとしない人は、覚えられない人は本当にそれは雇う側も無理なんですけども、まあ、とりあえず、まあ、社会出て頑張ってみて、で若いうちにあの自分の家の老朽化具合にね、それ見てあのここの家自分が老人になった時台風とかある程度の震度が来たらこれ倒壊する恐れになるんじゃないかと、自分がね70歳ぐらいになった時に、だからそれあのある程度もう40後半になってきてからあの仕事なくなったら あの雇ってるどころかなかなかないです、これが本当の話だから。だからあのまあ早めにあの潰れなさそうな家、本当はねもうこれね僕の家見たら引いてしまうと思いますけど、これねちょっとねあの壁紙がだんだん剥がれてくるんですよ。これね冬場窓に水滴がこうこの辺とか窓とかにそれ毎日絶対拭いとかないとダメ、気が粘土で本当は木の板1枚あるけどその次土で、あの粘土もう本当絶対入って、あの別に囲んじゃダメだから薄い土の壁これは集合住宅の実態で、その向こうはコンクリートそこ塞いとかなかったら、東日本大震災の時あの電力不足の話あったでしょ、で関西から関東まで電気が、電圧が違うようでドイツ式とアメリカ式の違いだったみたいなんです。で僕東日本大震災が2011年の3月11日だったでしょ、でもうその頃は状況も大津波が来てとにかく大変なことになってるの状況じゃないですか。でその次の冬ぐらいの頃あるじゃないですか。で電力不足、夏場もあの電力不足だの話だったから、まああのそう2012年から2013年にかけての冬、僕3月下旬まであの暖房器具使わなかったんですよ。家の中でも手袋、上着着てる、もちろんまあズボン3枚桃引きだったかもしれない、まあ3枚履いて靴下ももちろん2枚最初から家の中で、ね、あったかい格好しやいいっていう話だけども、正直かなりきついですよ。家の中でも吐く息白いですから、こう標高300メートル以上はあるから間違いなく大体東京と同じぐらいかな、東京の平地部とぐらいですね、大体3度ぐらい、緯度経度の話ですけども北の方に向かってね3度違う、まあこういう言い方の方が分かりやすいと思いますよ。緯度がどちらで経度がどちらかみんな分からなくなるでしょう。北に向かって3度違う、大体それぐらい、天気予報見たらみんな混乱するでしょ、関東とか横なみおかしい、もう一回中学校とか小学校の頃の日本地図世界地図思い出そう、え地球儀に対してこうもうちょっと縦だったはずってテレビのニュース、あれテレビ局の都合を一つの画面に収めようと思ったら
地図無理やりああいうような形にしてるの。もうね、本当にもう。だから、本当は入れ墨入れてる人っていう人はもともと罪人なんですよ。で、そのちょっときつい話になりますけども、貿易とかしてた人ね、海に出される人って命がけでしたから罪人が生かされてたんですよ。だけどもルフィは入れ墨なんか入れてませんよね。で、四皇の一角カイドウ、大魔帝は負けたことないついに言っちゃった。第二次世界戦争は本当にあった話があったでしょ。これ事実として、僕米軍基地見に行って、本当にあの戦闘機めちゃくちゃうるさかったですから、オートバイでフルフェイス、あのちゃんとオートバイ行った理由あるんですよ。聞いてもらえます？現地のバス停の時間帯とか、そんなところいろんなとこ調べて何泊せなあかんか分かんなくなるでしょ。本当に自分でしっかりと地図読めるようになってね、地図持って沖縄ケチケチしないで、本当にちゃんと拡大してある程度地図、沖縄県だけの地図持っていかなかったら、大きすぎる地図なんか絶対無理だから、その辺の道なんか記載されてないから絶対遭難するから。で、友達と、あの男同士ですよ、南港から夜中出港、寝ていりゃまあ片道ね、それでも大阪の南港から高速フェリー、あれ多分時速40キロ以上、多分40キロぐらいかな、やっぱり海の上だから速く感じるのかな、それぐらいの速度だと思います。もしかしたら50キロ出てるかもしれない。それでも海の上信号なんかないですよ。まあ大体ある程度四国のから南の方行ったらもうあと一直線じゃないですか。それでも30何時間大阪の南港からで、まあ現地まあいろいろね、友達が民宿、まあ宿ですね、1泊5000円ぐらいで一応料理ついてということで、まあまあまあ結構な年数の経過したお家ですよ。夜2人で寝ていたら2階の部屋のドアがギーって勝手に開いて、ああいう風なドアが。それもうね、あの防空壕にお逃げになられた方たち、その沖縄戦の上陸で、ね、もうそのアメリカとも仲良くしなきゃなんないか、あの国連で中国とも、ロシアともアメリカとも仲良くしなきゃなんないか、本当にロシア の, あの昔の嘘の戦争、今ちょ現代の時間軸で絶対戦争なんかしないか、テレビでロシアの嘘の戦争、ソビエト連邦だと思うでしょ。本当は1900年があのソビエト連邦でロシアという国だったんです。本当に一つの国で、だからジオストーリー一回見とかなきゃなんない。そこまで嘘とか、それ向こうと情報違ってた、そんな頃もう世界中でこれが本当のことですで、もう確認し合えない、分かるでしょ、もうその当時テレビなんかないから無理だってってないと思う、1900年だと思いますよ。食も怠慢の話に戻りましょうか。四項の一角、一応ね、僕は三項なら知ってるんですよ。天皇陛下皇帝王、あともう一つ何かありましたっけ。あのまあ三つとも要するに王様という位置づけ、まあ基本的に同格という位置づけなんですよ。天皇陛下ってちゃんとあの畑をね、あの田んぼに田植えしたりとかしてるって、皆さんあの職務でされてるって知ってます？第一産業、その農業とかを放棄しちゃ危険だっていうことね、自分の国の食べ物ぐらい自分たちで作らなきゃなんですけども、この辺が畑仕事さ、畑がいつの間にか米作らなくなってるって、米余ってるんだったら小麦作らないとって、海外が400何十万トン輸入させてくれ、あの国第二次世界戦争
真珠湾攻撃仕掛けてきたくせに海外かトウモロコシ1500万トンほど毎年もう大体ですとその年によって増減ありますから輸入させてくれ魚は400万トン大工輸入いやこれ本当世界国税税って国連発表のデータ国が集計してそれを国連に集めてそれで発表だから数年データが遅れてくるんですよ民間人のその書物としてわざわざお金出して僕だって買ってるんですよ本当にどれだけ民間人泣かせてるのか苦しめてるのか、うん、ついに出たショコタイマンカイドウが働いてるみんな見たことあるあいつのんきに入れ墨入れやがって全然働かないって一回我が天下と戦国夫婦で僕がね我が天下と戦国夫婦についてって 60.1 番かなそれぐらいのところにあのからアクセスできる YouTube にアップロードしてる内容我が天下と戦国夫婦について 1,2,3,4 ってこう順番に見ていったこちらの状況分かりますから本当ついに出た職務怠慢で怠慢で負けたこと不良兵か怠慢もうええか髪の毛染めたりせん真面目に勉強しとけ本当の感じ意味とかって笑うなって無理無理無理あまあ4個の世代交代でしょね僕が政府に反発ってるように見える人は見えるでしょうきっと違いますでワンピースの世界でもちゃんと鼻嘘自分かよ本当証拠隠しの方かもしれないルビーと一回船の話でテレビ見ていただく嘘混入されあんな本当のこと知ってる人間がちょお前本当嘘つくないよってもうエネルギーの残存量淡井さんああ言ってるだろうってあの人が言ってること本当だってあの人ちゃんとデータ集計してるってあの人30歳で裁判買ってるってあれ本当らしいぞって宮本さんなしで裁判買ってるか本当に大真面目な人間大真面目に真面目に生きていこうとしてテレビを見ていただけでも絶対経済原理の話が混ぜられただけでも嘘なしでも勘違いしますから本当に自動車産業自体もともと昔は30社か50社ぐらいあったらしいですよでそれをまとめていったんですよ合併で銀行とか証券会社も同じですよ全部ずっと吸収合併の繰り返しで世界的に先進諸国はどこも少子化だから、もうどこもあとはもう閉店を待つだけ新しくのオープンそれが一番困る周りどこからどこか潰されるから本当にそれがラリってるっていう話いいですかあれ横線省いてるだけラリー意味は日本語に直すと競争ああラリーレースしちゃった F1 のレースしちゃったオートバイのレースしちゃった全部業務上過失致死サスタの経営者ね自動車産業合併社でしょトヨタ愛知県愛知県の人でも知らないかもしれないですけども豊田市という市があるんですどうしましょう政府の人が使わなきゃならない認可与えたんだからああ僕あれだけそんなことしたもうそういうことしちゃダメだって言ったのに
車乗るでしょ、人引くでしょ、殺人事件、死んだら骨折とかさせたら傷害事件、打撲とかだったら、まあ、暴行事件、道路交通法、僕は人跳ねたことないから分からないですよ。何だったっけ、これだけテレビのニュース見ていても、そういえばそれ何だったかな、ちょっと分からないですね。まあまあ時間あるときにまた調べておきます。で、まあ笑い話とね、極端なのかな、真面目な話で、まあ、まあ真面目な時間一回挟まなかったらみんな笑い止まらなくなるでしょ。じゃあさっきの回答についてとか、職務対応、会社で酒飲んで働かんやつなんか出てきた、破産あるからほんとね、これね、労働基準法を基準にして物事を考えなきゃならないんです。でみんなが頑張って純利益とか出してか出してね、売上とかを総合的に見てボーナスしっかりと払う云々、経営者の人、施設への投資のお金は返済はある程度っていうリスク背負って会社倒産して裁判所で破産法の適用で破産手続き認めてもらえなかったら、それ生活保護で働いて返しなさいの方、そういう人本当にいますよ。わかります、開業のリスク、これ説明しておけばみんな開業しなくなるでしょ。まあ僕はどれだけめちゃくちゃ労働の仕方させられたかって、これ誰が家帰るのっていう話、本当に元たどったら本当に公務員行ってもどこ行ってもこれ無理でしょって、よくよく考えたら第二次世界戦争日本負けてるって、大手企業みんな全滅でしょ。でここでも一応言っときますけどもね、債権放棄したでしょ、中国の方も日本の株持ってた話、アメリカの方も多分債権放棄してるでしょ。これしなかったらどうなるか知ってます、純利益出したいんでしょ日本の負債背負い込みますよ中途背負いだけ違う、背負ったらか投げ捨てる、もういい君のところの株手放す、中国も大変なことになってたから当時、あの戦争、あの八郎軍がどうとかこうとか、台湾の方にね、党のトップが逃げ込んで、ややこしすぎてわからない。その後朝鮮半島で戦争を始めて、今度国が分断してるでしょ。僕からの提案で、安倍さん知り合いだったから、安倍政権の頃にトランプ大統領に、まあ間入ってもらって、で北朝鮮のキム・ジョンウンさんと、ムン・ジェイン大統領に韓国のね、会談してもらって、お互い境界線越えて笑顔で握手、オバマ大統領も安倍政権の時に広島原爆投下の日にアメリカの大統領初で来ていただいてるんです。誰もその日に来る勇気なかったんです。で日本の政府も多分要請しなかったと思うんですよ。そこで誰かがね、暗殺事件なんか日本人が起こしたらどうなるかも分かるでしょ。アメリカと、お前それでもう一回戦争のどないするつもりやねんってなるでしょ。もうこういう場面はこれぐらいの勢いで言っといた方が、多分あの本当にあのそういうテレビのニュース見て、こんがらがって、こんがらがってもそういうような、だって、あれどこだったっけ、沖縄でしたっけ、平成の天皇陛下が行かれた時、沖縄フィリピンか、沖縄だったと思います。日本人で火炎瓶投げつけたバカいたんでしょう。本当に、もうそういうニュースとか、ワンセットで友達と、ね、オートバイで、そしたらデミのニュース通りだった。本当にあの米軍の航空機のこと離陸していくときめちゃめちゃうるさい。本当こっち別にバイクのマフラー大してうるさくない、もう音をちゃんと絞ってるんで、フルフェイスのヘルメットかぶって運転中でも轟音向こう、本当にはあかん、あれもうむちゃくちゃ燃料消費してるわって、むちゃくちゃなアクセルの開け方せんかった、離陸できないことぐらいわかるから
めちゃくちゃな燃やし方せんかったら、石油の残存量問題で、それで日本にもともと第一次世界大戦が終わったぐらいの後に日本に、イギリスの方がね、一応日本と仲良しだったから、同盟組んでた頃だったと思いますよ、王室と皇室があったから、あんままだ話合うかなぐらいの頃で。で、アメリカ政府かな、海軍の縮小を求めてきたんですよ。それを日本人の軍部が勘違いして、違う、エネルギーの残存量問題。日露戦争はどうやら学校の教科書も昔の戦国時代は本当は嘘だから、だからそこで戦国武武と我が天下についてもう僕に笑われながらも昔の戦国時代の本当の話説明されてるから聞いてみたら淡井さんの言う通りだっていうこと分かるから、まあ、一応石炭燃やして頑張って、まあもちろん石炭とかで蒸気発電で貿易してた時代も知ってますよ。昔のあの砲を張ってね、あれ絶対オールこれ漕ぐ人いないと風で流されるから、風が強い時は砲を畳むの、自分たちの通報の方向に風が吹いた時だけ引っ張ったらすぐに砲が張れるようにしておくのでこれまずいって思ったらもういい加減誰か登って危ないけど揺れるからたまにはもうそこでもう落ちて亡くなってるからでそこで骨折しても治せる人なんかいない医者でそこで、ね、皮膚切開して骨手術とかできます、無理絶対多分当時無理、命がけで、もともと日本も中国も韓国とかヨーロッパの方も入れずに罪人はで、本当はもうかなり昔にある程度のそのいざこざがあったのは理解できます、全くないっていうのもそれ無理があるなと、言語が違うからお互いの国がだから乗り込んできていた以上ある程度喧嘩がなるっていうところが分かるんですよ。でそこである程度の戦争で、まあどこからどこまでかどうか分かんないですけども、何か言いがかりをつけたのか何かで結局船乗りにさせられている部分もあるかと思うんですよ。けど全く地図読めなかったりする人間が貿易成功できると思います？だからどこからどこまでどの話も本当か分からないでしょ。他国の言語分かんないのに別の国行くのってそこで交易貿易どうやってするのって、本当は真面目に勉強していた人いたでしょってね、ワンピースのルフィに海賊の話いるでしょ。売春防止法が出来上がったのは1956年で、もともと政府上層部とかめちゃくちゃだったから、だから政府をしっかりと訴えられる人間を本当はたくさん増やさなあかんの話だったんですよ。それみんなもともと淡井圭介と会った人が総理とかになったでしょ。で単独でその医療業界と戦うのってかなり結構怖いんですよ。もともと国会議員とか地方議員とか警察官とか裁判官で認めていた時代があったから、もともとだからどこでどんなやつがいるかわからないっていう話で、だけどもまあ少なくとも1件以上は絶対潰してます。レンタルビデオショップか販売ショップの方、神戸大学附属病院からちょっと南の方行ったところ、シャッターとしてるレンガ造りみたいなところ、茶色い建物、そこもともとそうで、よく考えたら北新ビルのところもそうだし、もともとレンタルショップって開けば開くほどすぐにそのコーナー作ったら潰されてるよお前ら世の中舐めてんのかってどちらの味方につく、性被害者の方の味方つく、どっちにつくって、男だったら過去を持ってるよなって女だから過去を持ってません、無理そんな怖い人無理まあちょっとワンピースの話はね、これぐらいで1にしておきましょう。もう54分報道ステーションも21時54分放送の時と56分の放送、あれ両方足した時に9か11、11だったらサッカー、9だったら9野球、サイヤング最も若い、神がかり的な力使って若返りしてたピッチャーの人、
正直に他の人の力借りてますっていう話。もともと第二次世界戦争の前から野球では日本とアメリカは先仲良くベースボールで試合してたんですよ。ちょっとその辺のところを詳しく調べる必要あるような気もしますけどね。まあこれで、今日はね、しておきます。以上です。皆さんご清聴ありがとうございます。ワンピースのこと、いろいろ思い出したらね、いろいろと言います。他のところでもすでに言ってるんですけどね、話すの方の言う、いうでも、いうでも漢字読み合ってますから、漢字の時点で調べたら同じです。以上です。